沖縄県道81号義野湾北中ぐすく線は、沖縄県義野湾市から同県中上郡、北中ぐすく村に至る、主要地報道に指定された県道である。起点義野湾市普天間交差点の義野湾区間と、北中ぐすく村石平交差点終点の北中ぐすく区間の東西に分かれる。義野湾区間は、北側が、米軍基地のキャンプホスターとなっており、 全区間4車線となっている。北中ぐ区,区間も、石平交差点やスタニア交差点付近が4車線となっており、現在は終点の渡し口交差点まで4車線拡幅へ、向け整備中。県道上にある、スマートインターチェンジの案内板ギのワン市、伊佐普天間のギノワン区間は、長スターミナルから、沖縄市、うるま市方面へ向かう路線の多くがこの区間を通り、 本数も多い。一方、北中ぐすく村市平渡し口の北中ぐすく区間は、宜野湾市内の国道330号を通って、渡し口で国道329号に出る路線があるものの、県道227号に向かう路線はない。またバイパス開通後も、旧道との並行区間は旧道を通過している。なお、全区間通る路線バスはない。 ありがとうございます。